ガンノスケプロデュース工業キシンドリターンズ19にご来場いただきまして誠にありがとうございます。はい、ニコニコプレスチャンネル、本日も放送の時間がやってまいりました。本日は1月12日に新木場ファーストリングで行われました、はいはい、ミスターガンノスケプロデュース工業キシンドリターンズ19、こちらの模様をお届けいたします。コメントで実況は鈴木健がお届けいたします。最後のお付き合いのほどよろしくお願いいたします。いつものようにですね、僕の声が片側から聞こえていると思いますので、現場をのみで楽しまれたい方は、僕の声が聞こえる方をミュートしていただきたいと思います。ただし今のように、曲によりましては、無音になる場合がありますので、そこは、音なしで、楽しんでいただくという形になりますのでご了承ください。まずオープニング、プロデューサーでありますミスターガノスケ選手の登場でございます。ガンちゃん登場ということは、これは大ゾル試合は放送しないということですね、これはね。勇者も見ろ、裸らすこばし太ったの試合が見たい方は DVD を、お買い上げいただければなと思います。やれておりますけども、すいません。運営さん判断でございまして、申し訳ございません。まあ、だからこれあれですね、見ろ、裸らすが出た後にガンちゃんがこれ出てくるわけですね。本日は、新通りダンス19へご来場いただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、挨拶のもう初めに早々なんですが、皆様にちょっと、お詫びがございます。大事な試合すいませんでした。何があったんでしょうか。大事な試合一体何があったんでしょうか。今日初めて新道に来られたというお客さんも結構いらっしゃると思いますけど、初めて来られた方いらっしゃいますか。あ、結構ありがとうございます。ありがとうございます。あれが新道じゃないですからね、勘違いにしないでくださいよ。いや、あれも新道だと思いますけど、ね、あれは大ゼロ試合ですからね。ここからが本番です。さっきのはね、夢かな、幻かと思って、記憶からちょっと消し去ってください。そんなにひどかったんですか、ね、はぁ、まあまあ大事な試合好きなんですけどね、僕は好きなんですけど、ちょっとね、見えてましたからね。ちょっとニコ生で今日の試合ね、後ほど放送あるんですけども、大事な試合はないので、ご安心ください。まあ、見たい方はね、見たい方は DVD で大事な試合ありますんで、そちらの方、楽しみにしてください。ということで、大ゼロ試合の惨劇がありましたけども、こっから7試合はですね、私がインディーの、ね、中でこの人だっていう人たちに声をかけて、集めて、もうシングルマッチだけです。7試合全部シングルマッチです。タコマッチはございませんので、ね、1対1の駆け引き、もう逃げ場のないシングルマッチというのはプロレスの、醍醐味だと思ってますんで、どれをね取っても本当に今回ね、試合順を決めるのも本当難しいぐらいに、どの試合もこうメインイベントでもいいなっていう試合だったんで、まあ、自分が主体なんで自分がメインですけど、あとの試合もね本当にメイン級ばっかりなんで、もう第1試合から皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、開始前の挨拶というよりも開始前のお詫びに終始いたしました、ミスターガンノスケプロデューサーでございます。大ゼロ試合でどういった惨劇があったかは、我々はわかりませんが、ここから始まります、本戦の方は全てがシングルマッチということでございまして、1対1で首位を決するという試合が全7試合組まれておりますので、楽しみにしていただきたいと思います。見えてしまったって言ってましたけどね。まあ、プロレスは普通見せるものですから、見える分には全く構わないと思うんですが、何があったんでしょうか。第1試合を行います。青コーナーより、丸山敦史入場。第1試合シングルマッチ30分一本勝負です。この日は255人、満員のお客様に、お越しいただいたんですが、その中でオープニングに登場してくるのは、丸山敦史と翔太でございます。フリーとして活動しております丸山氏、そしてガッツワールド佐野田橋2団体所属レスラー翔太によるシングルマッチです。先に入場してまいりました、こちら丸山氏、まあ、現在大日本プロレス、あるいは欠場プロレス、様々なところに出場しております。
2月から始まる全日本プロレスの、ジュニアのシングルのリーグ戦にもエントリーされております。全日本プロレスのリングに上がりどういったものを見せるか楽しみな丸山氏、ショータ入場。その対戦相手として入場してまいります、ニコプロご覧の皆様にはもうおなじみの選手でございます、ショータでございます。アメリカンプロレスをベースといたしました小柄ながらもなかなかの動きを見せるショータ、テクニックもございます。まあ、この試合はテクニックのぶつかり合いという感じになるのでしょうか。いきなり注目カードということでございましてね。まあ、ミスターガンノスケプロデューサーのマッチメイクのね、クオリティの高さというのは、定評がございますが、年明けの一発目であります、この鬼神道もなかなかのカードが並んでおります。そんな中入場してまいりました、翔太でございます。腰には欠場プロレスの、T シャツを巻いておりますね。さあ、欠場プロレス絡みの2人が、欠場はせず通常の試合をするというシチュエーションでございます。さあ、裁くレフリーは、バーブ佐々木レフリー、何かが間違ってたら、大日本プロレスに、入団した時バーブチャチャになりかけましたバーブ佐々木レフリーでございます。チャチャにならなくてよかったですね。さあ、オープニング開始のゴングが鳴りました。初対決ということでやはり両者警戒をしております。容易に組み合いません。初めて肌合わせる選手のは、まあ、やりやすいかやりづらいかといえば当然やりづらいわけでございます。まあどんな相手でも結構自分の、レスリングに引っ込むのがうまい2人ですが、打って変わってこの試合は警戒する。そんな中、まずは挨拶代わりにハイキック、右のハイを至近距離から出しました丸山氏。しかし、がっちりと翔太がそれをガードいたします。今のガードしなければ一発で頭部に入って KO 勝ちだったかもしれません。どうやらこの試合、一つの大技、これが物を言う試合になりそうです。緊張感あふれるオープニングマッチ。そこから一転して距離を近づけた翔太がリストを取ります。これを強引に出しいたしました丸山氏。まあ、業界的ポジションで言えば丸山氏の方が上と見られておりますので、この試合に翔太が白星を挙げれば金星と言っていいでしょう。そしてそれが一つの大きな実績となって今後につながると思われます。その意味では翔太はこの試合に勝ちたいところ。場内の声援は翔太に集まっております。再びロックアップに行こうとしたところ、ヘッドロックに捉えたのは丸山氏。上背で勝る丸山が翔太の動きを止めます。しかし翔太ロープに振るのか、タックルで倒したのは丸山の方、それをアームドラッグで切り返します。そして腕を固める翔太、現在はレスル1にも参戦中。全日本への参戦が決まっている丸山とレスル1に参戦中の翔太によるシングルマッチでもあります。相手の動きに対応しまた元に戻しました翔太。腕、左の腕をキープしております。さあ、この腕固めをどう脱出して流れを自分の方向に持っていくのか丸山氏。じっくりと密着して相手の左腕は離しません。さあ、ここからハンマーロックに持っていくこともできますが、その前に丸山がロープまで翔太を押し込む。しかし翔太がロープに飛ばす。おお、背中の上を飛んでった。さあ、飛ばして突き飛ばして距離を取りましたが、突っ込んでいったところにまたしてもアームドラッグ。こういった基本的な技にこだわりを見せております翔太です。先ほどから翔太何一つ大技を出しておりません。にもかかわらずこの流れは優位に試合を進めております。これを嫌った丸山が蹴飛ばす。どんな小技でも長く長くやられているとやはりやられる相手としては嫌なもの。あの丸山氏が強引に蹴飛ばして翔太から離れました。さあ、翔太は何を考えているのか。
丸山さんどうぞと、これ誘ってますね。これはバズソーキックを放つ格好のところですが、これをかわす。そしてシャープシューターに持っていく。これは丸山としては引っかかってしまったか。注文通りにバズソーを放ったんですが、それをかわされ足を取られてのシャープシューター。これは長く食らうのは得策ではないとばかりにすぐロープに逃げました。サードロープに左腕が到達。しかし丸山の動きが止まってしまいます。さあ誘った翔太がここから優位に試合を進めるのか。いやブレンバスター。さあブレンバスターで切り返し、もう一回バズソーを狙うのか。いや行かない行かない行かない。なんだ、おお、なんとなんとグラウンドで来いと。丸山氏と翔太による猪木あり状態。丸山氏がアントニオ猪木ならば、翔太はモハベとありです。さあこの瞬間翔太が人生初のモハベとあり状態。ああしかしこれもうまく丸め込んで、実際の猪木あり戦で今のような展開が見たかったところですが、5分経過。試合時間5分経過。やはりお互いをめちゃくちゃ警戒してますね。何もそこまで警戒しなくてもいいっていうぐらい警戒しております。こうやって距離を取っております。その都度その都度頭の中で作戦を考え、そして相手を誘おうという2人。またしても打撃に行くのか、それともロックアップに行くのか、まだわからないまだわからない。上半身かそれとも下半身か。さあ客席には緊張感が漂っております。おー、差し出した左手をと左足を取りに行くや否や、待っていたのはラウンドハウスキック。今の蹴りで丸山が攻勢に出る。おーしかしバックスライドを持っていく翔太、両肩がつく。カウント2、そしてガットショット、ダブルスレッジをガットショットで止めます。打撃が入った分今のところ丸山が有利か。ショルダースルーで返す。しかしエビ固め、至近距離からジャックナイフ、これもカウント2だ。さあエビ固めの応酬なるか、エビ固めの応酬なるか。いや逆さ抑え込み合戦だ。持っていったのは翔太の方、逆さ抑え込み、カウント2。すぐさま立ってマンハッタンドロップ。これは思わず悶絶する丸山氏。丸山の股間にマンハッタンドロップ。エビ固めの応酬になるかと思いきや、その想像の上回る動きを見せております翔太と、そして丸山氏。70年代に黄色オデトリアムで展開された NWA 世界ヘビー級タイトルマッチのような試合展開。バックエルボー、すぐさま赤コーナーに登る翔太、クロスボディを放つ。これを体を入れ替える。あーカウント2欲しい。しかしそこにバズソーをかわす横に式指固め、これもカウント2。丸山返す。翔太が攻めどころ、翔太が攻めどころ。しかし待ってたのはカウンターの矢のようなドリップキック。動きを止めたのは丸山の方です。ダウンして立てない状態の右の頭の頭部あたりを押さえております翔太です。自ら立ち上がることができない。そしてその立ち上がろうとする翔太を待つ丸山。あー今なフェイント、同じ手は二度食わないとばかりにかわそうとした翔太を見て蹴りを出さず突っ張っていたその腕にローキックを見舞いました。これは翔太とした計算外、飛んだ計算違い。そこからチキンウィングアームロックに持っていく。リング中央だ、リング中央、いいポジションだぞ。リング中央でチキンウィングアームロック。さあフック、あーしかし腕十字、これはタップアウト。チキンウィングアームロックはもしかすると誘い水だったかもしれません。そこからクラッチを握った翔太、しかしすぐそのすぐ後にそのクラッチを切って腕十字持っていき勝利です。丸山氏この表情、
ちょっとめちゃくちゃ大試合、これこの後大丈夫なんですかね、こんなの見ちゃってね。まあ、なんか昭和の大試合みたいな気もいたしますね。丸山氏勝ち名乗りを上げると翔太を置いて先に退場していきます。初のシングルマッチ、初対決は丸山氏の勝利に終わりました。今のは第一試合ということでございまして、無料放送ですね。ただで見ていいものかどうかというぐらいの内容だったんですけど、これを無料で、見るのは、申し訳ないという方がいらっしゃいましたら、有料時間帯から、入会していただければなと思います。第二試合を行います。青木第二、加藤遥香入場。第2試合は女子によるシングルマッチでございます。30分一本勝負、加藤遥香対誠でございます。フリーとして活動しております加藤遥香にレイナ女子プロレスの誠一騎打ち。先に入場してまいりましたのはこちら加藤遥香です。赤コーナーより誠入場。続いて入場してまいります誠でございます。まあ、身長差はまあこれから誠選手が入場してくればまあ明らかなわけでございますけども、その身長差どういった形で克服して加藤が勝機をつかむか、こういったところがポイントになるのかもしれません。さあ入場してまいりましたレイナ女子プロレス誠でございます。レフリーデュークサド、お願いしますと握手を交わしコーナーに下がりました。2人開始のゴングが鳴らされます。加藤対誠ということで全く関係ないんですが、かつて、名古屋の東海地区に加藤誠というプロレスラーが確かいた気がしたんですけども、全く関係ない2人でございます。ロープに飛ばした、ここに飛ばされた方がクロスボディを放ちます。それをブリッジで抜けてタックルを放つ。タックル合戦になればそれは身長のある誠の方が有利でございます。しかしコーナーに飛び返して打ち出しのドロップキック、ちょっと当たりが浅かったか。すぐさまフェイスクラッシャーに持っていきます。さあよっしゃ行くぞと気合を入れてボディスラムに持っていこうとする。ああ、逆に持っていったのは誠の方です。その場飛びのニードロップ。リング中央フォール行きましたが、左肩を上げる。この時点でやっぱり打撃当て技ですね。やられるとちょっと苦しげな表情を見せてしまいます。加藤遥香です。その加藤の髪をわしづかみしてヘアホイップ。女子プロ伝統のヘアホイップ。体重を浴びせていく誠です。なかなかえげつない攻めを見せております。デュークサドレフリーの反則カウントが入りますが、カウント5以内でやめます。あとサーフボードストレッチ、なかなかクラシカルな技を見せます誠です。立ち上がりから加藤遥香の悲鳴が響き渡っております。新木場ファーストリング防戦一方になってしまいました加藤遥香。その加藤遥香をキャメルクラッチに捉えます。サーフボードストレッチからキャメルクラッチ、離せと言いますが、離せと言われて離すような相手ではございません。誠じっくりとじわじわと痛ぶっております。そして自分のスタミナは消耗しないと、キャ
痛めのクラッチをかけている間、誠は休むことができます。後ろに下がるしかない、見えない、視界には入っていない。自分の背後のサードロープに左足を伸ばしてエスケープいたしました、加藤遥ですが、その左腕が腰にいっております。腰へのダメージは大きいか。その腰に再びダメージを与えるようにボディースラムです。そこからローリングセントン、サマソルトドロップに行きましたが、これはかわされる。さあ、相手の技の失敗を自分の方に持っていくことができるか。しかし、おお、振られた加藤がコーナー2段目、そしてぶら下がり式の十字。いや、やはり密着してこういったサブミッションで仕留めようということか。すぐさまドロップキックで追い打ち、至近距離、低空のドロップキックも放ちます。そして腕式十字と、やはり先ほどから自分の活路をサブミッションに見出しております、加藤遥です。寝かせてしまえば身長差は関係ありません。しかし強烈な蹴り、154センチの加藤遥に対し、誠は167センチ。正面から打ち合うのか。さあ、正面から打ち合う。これは加藤にとっては得策とは思えないんですが、まあ、この辺はレスラーとしての意地でしょう。なかなか鋭いエルボーを胸板に放ってきます、誠です。そしてもっと、やってこいと言わんばかりに一吠え。それに加藤がこうする。しかし、ブレイジングチョップカウンター。ロープの勢いを利用してのブレイジングチョップを正面からヒットさせてコーナーに上がります。クロスボディ、ダイビングクロスボディからボディ行く。カウント2。さあ、リング中央に加藤を寝かしてダブルダブル2を放つ。側転式ダブル2ドロップ、カウント2。どん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 誠が自分のペースで試合を進めていきます。勝利は近いか。このまま加藤は押し切られてしまうのか。しかし立ち上がる、気合を入れて立ち上がる。そしておお、両腕をクロスさせて投げ落ちます。そして背後からスリーパーホールド、相手におんぶするように、お、そこから、真ん中身ではない、十字に行く。これは誠としては予想外だった。なんとか脱出しようと体を反らせますが、脱出できない、脱出できない。そしてその誠の動きに応じて腕固めに行こう。徹底した腕への関節技、そこからさらにもう一度グラウンドに戻して、今度は三角締め、腕意識十字、腕固め、そして三角締めという流れるような動き。加藤遥リング中央、これはさすがの誠も必死の形相、誠必死の形相です。ほぼほぼリング中央、足をバタつかしてロープを求めるが、さあ落とすことができるか。しかし落ちる前にその左足がサードロープに届く。この辺は足が長いことが幸いした、誠。しかし今ので完全に流れを変えました。誠を追い込んだ加藤遥。終わりと宣言し、フィッシャーマンを狙ったが、これは持っていくことができない。誠が蘇生、わーっと無気力キック。加藤はそこは攻め切りたいところでしたが、またしても誠が反撃してまいります。そのまま押し切られることはない誠。ダブルアーム持っていく、ダブルアームスープレックスホールド、リバースアームサルト、カウント2。しかし右腕を押さえている、右腕効いてないわけがございません。痛めた右腕でスープレックスを持ってきました。スクエアに来たところを丸め込む、これもカウント2。そしてもう一度丸め込む、これもカウント2だ。さあ、ヘッドシザースからの丸め、おっと、これはマックマック、カウント2。ここぞという時出す技、マックを出しました。ヘッドシーザースからの
スクールボーイでしたが、これもカウント2。スリーにどうしても至らない。スリーにどうしても至りません。スピアー、これもカウント2だ。加藤としてはここは粘りどころ。しかし腕をクロスしてのフィッシャーマン、これはライジングスター、ライジングスターシップレックスホールド。これも敬愛する2対1から伝授された技、ライジングスタースープレックスホールドで誠が3カウント。うん、けどこの技を出したということは、まあ追い込まれていたと言っていいでしょうね。まだやはり腕を気にしております誠、そして喉元を気にしているということは、先ほどの三角締めが相当きつく入っていたのでしょう。まあそこがチャンスでしたが、あそこで押し切ることができなかったということで、加藤遥勝利を挙げることができませんでした。一日の長があったと言っていいでしょう。誠の勝利です。無料放送は、ここまででございます。第3試合以降は、入会者のみの、放送、視聴ということになりますので、無料放送で楽しまれてる、入会されてない方はぜひ、この機に入会していただきたいと思います。さあ第3試合、こちらもシングルマッチでございます。第3試合を行います。青コーナーより新井健一郎入場。30分一本勝負、荒井健一郎対藤田美音夫でございます。まああまりなんかこの2人の間のこう接点らしい接点というのを思い浮かばないんですけども、まあ実は藤田美音夫選手は、WMF から、プロとしてのキャリアをスタートさせたんですが、その WMF が、のまあ、前身と申しますか、できる前の FMW、この FMW に一時期、新井健一郎は、練習生として所属していた時代がございました。まあ、そういう意味では藤田美音夫のルーツをたどるとこの荒研に到達するという、そういった関係性も、描かれます。はやぶさ雁之助の後の中川浩二が練習生としていた時代を知っております。この男です、新井健一郎。もちろんその時とは全く変貌を遂げているということでございまして、今現在ドラゴンゲート所属なながら各団体を席巻しておりますこの新井健一郎です。赤コーナーより藤田美音夫入場。さあ対するはゼロワンから参戦しております藤田美音夫でございます。まあ、レイナ女子では、昨年までは、ナルシスト軍の一員として、活動しておりましたが、12月末の、コラケンホール大会で解散に追い込まれてしまいました。ナルシスト軍によってね、それまでにはなかなか、開花していなかった、面も藤田美音夫、昨年は、アピールできたんじゃないかなと思われますが、そんな藤田美音夫、この、新井健一郎戦、どんなことをやるのかと。この格好自体はね、ナルシスト軍の時とさほど変わらない状態でございますけども、さあ警戒しながらリングインでございます。ナルシスト軍解散後も、ナルシストな一面を今見せておりました。髪の毛の長さも非常に対照的な2人でございます。髪の毛の長さで言えば圧倒的に藤田美音夫が勝っておりますが、果たしてレスリングの方ではどうでしょうか。すごい声援が飛んでますね。開始のゴングが鳴りました。第3試合でございます。
シングルマッチ30分一本勝負でございます。ミニオコールは、かき消されてしまいました。ロックアップからスタートです。なかなかブレイクしませんが、藤田ミニオ何かを狙っているのか。アラケンはブレイクするように命じてます。あ、クリーンブレイク、そしてニヤリと笑う。それに対しうなずくアラケン、股間のあたりを、気にしております。何らかの形で急所を狙われそうになったのか、今の角度ではちょっと分かりづらいものがございましたが、新井健一郎、先ほどちらっと股間を守る、そういった仕草を見せました。それに対し藤田美音の視線はどこに行っているのか。さあ、これは藤田美音の視線がどこに行っているかは、目の前の新井健一郎以外はちょっと分かりづらい。その藤田美音を左腕をハンマーロックに捉えてヘッドロックに行こうとするが、このヘッドロックに行かせない新井健一郎です。フロントから首を取ります。しかしその取っていたその左腕をひねってリストロックに行く。テイクダウンし、スピーディーな展開へ。おーおー、いきなりスピーディーな展開。リープロック、グラウンドへ持ち込む。ヘッドシザース、まだまだ続きます。アームドラッグ、もう一回ヘッドシザース、なんとか持っていく。しかしそこから脱出いたしました、藤田美音を。相手の動きを叩いて握手を求めます藤田。これに新井健一郎も応じます。握手を交わしながら何かを狙ってるのか。何もすることなく握手から離れました藤田美音。今のところ藤田美音は何を狙っているのかちょっとわからない。ガットショットからいきます、新井健一郎。このなんとも微妙な雰囲気を変えたいところです。空気を変えたいところ。マンハッタンドロップ、あー、股間を抑えてのた打ち回る新井健一郎。なんだなんだなんだ、相当効いてるマンハッタンドロップ。そしてあー、これはそのまま直接掴みに行っている。男色リーノでいうところの男色黒。股間をわしづかみ、股間をわしづかみ。もちろんこれはレフリーがチェックいたします。さあ、股間への攻撃をチェックした佐渡レフリーに抗議をした藤田美音がさらに、新井健一郎の荒ぶる剣に噛みつきます。レフリーはダメだと言っております。藤田美音としては荒剣の股間を攻めたくて攻めたくて仕方がないんですが、もちろんこれはレフリールールとして認めませんのでチェックに入る。しかしレフリーが巻き込まれた、レフリーが巻き込まれた、レフリーが見てない間に急所打ち。今日の藤田美音はピンポイントで新井健一郎の股間を攻めております。わー、押し出しにかかりました。おー、これをキャッチする。どうするどうする、突き飛ばして、さあ、散々股間を攻められたためどうしても痛めた部分を押さえてしまいます。さあ、鬼神道だよなと確認した上で藤田美音の股間をわしづかみにします。さあ、お互いがお互いの急所をつかみ合っている。しかしこれはレフリーがチェック。わあ、すると両者でリュークシャドレフリーの使い古された股間を、ああ、ゴングゴングゴング、レフリーがゴングを要請いたしました。これはどういうことでしょうか。レフリーに手を出したということですか。
ああ、スライディングキック、何気に。勝負はついてないですね。どちらの股間が上なのかという勝負はついておりません。おい、デュークさんよ、おい、ちょっとあなた、ケツの穴が小さすぎるんじゃないですか。おい、俺は今回、ミスター雁之助さんからオファーもらったときに、おい、いつだったかな、次の騎士道、藤田美濃でやってくれるかって、たったその一言だけメールが来て、別にお前の得意なチンコプレスはどうのこうのか一切書いてなかったけどな、お前、おい、そのメールの文面見た瞬間、藤田美濃とやってくれるか、やってくれるかってことはそういう意味を含まれてるからな、おい、ミレピを言っとくぞ、お前、おい、ドラゴンゲートの選手でな、チンコプレス、それやって NG が出ないの俺だけだ。人なんですかね、人か市川さんは NG が出るんでしょうか。チンコは絶対触らないけどな、おい、俺 NG 抜きなきでな、抜きで、おい、ドラゴンゲートのチンコってもうたっぷり味わう。なんとドラゴンゲートのチンコプラス見に来たんだろ今日は。おい、全部見るのか。さあ延長コールが沸き起こっております。新規もファーストリング、お客様はこの次、それではただいまより再試合を行います。再試合、この試合は両選手が認めたためチンコプロレスルールで行い、レフリーが特に危険と見なした以外全てのチンコ攻撃が認められます。なるほどなるほど、復帰しても試合は続行となります。またこの試合はあらゆる撮影機による撮影を一切禁止となります。お手持ちの携帯電話、スマートフォンなどはお我慢等におしまいいただきますようお願いいたします。なお撮影行為が発見した時点で試合は中止となります。レフリーバーム佐々木。さあ先ほどデュークサードレフリーは股間を攻められたためレフリー続行不可能となり、バーム佐々木レフリーが急遽この試合をさばきます。再試合でございます。まあ、かつて、ガンバレプロレスで大岡健さんがガチンコセメントプロレスということをやっておりましたが、こちらのプロレスはガチンコからガが抜けております。さあ再試合でございます。もちろん相手の狙う箇所は1点集中攻撃、プロレスの基本通り、セオリー通り、勝利に最も近いと言われる1点集中攻撃をお互いが徹底しております。さあ相手が狙ってくる箇所は分かりきっております。そこをディフェンスしなければいけない荒井健一郎と藤田美音雄。さあグランドに誘ってるのは藤田美音雄だ。しかしそれは自身の股間をガラ空きにしてしまうという諸刃の剣。おお、背後を見せる、背後を見せます荒井健一郎。今の動き非常に何と申しますか、某動物に似ておりましたが、さあアラケンアラケンという、後で自分が聞いたらきっと後悔する大コールを放つお客様。バックを取りました。バックを取ったというだけでもいろいろなものが想像されます。さあこれは股間のパワー、股間力を打ちつけていきます。ああなるほど、しかしこれはレフリーが認めない、前方だけが認められております。攻撃は後方は特には認められておりません。背後を攻めると異業種になってしまいます。さあこれはお尻の穴を押さえて藤田美濃が悶絶、後ろも行ける前も行ける男、ドラゴンゲートを代表する荒井健一郎。普段はなかなか我々目にすることができないドラゴンゲートの奥深さを一人で体現しております。さあどうでしょうか、これ力が入るんでしょうか。楽々とバックを取ります荒井健一郎。しかし藤田美濃もバックを取り返す。さあここから背後から攻めるわけにはいきません。はい、
さあ優しく優しくゆっくりとマナーに応じてマナーに守った上で新井健一郎のその上着を脱がしにかかります。藤田峰雄です。さあこれは新井健一郎もされるがまま陶酔の世界へ陶酔の世界へと新井健一郎を落とし入れております。藤田峰雄非常に手慣れた行為。さあそしてこれはおー危ない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 、このまま行ったら落ちるとこまで落とされているところでした。新井健一郎、あー危なかった危なかった。さあ地獄の底から這い上がることに成功した新井健一郎に対し藤田美濃が突っかかっていくが、レックシザース、そしてアキレス腱固め、なぜかアキレス腱固め。この試合のルールの中において果たしてどれほど効果的なのか分かりませんが、アキレス腱固めをこれに対し、ああなるほど、アキレス腱固めの体勢から自分の股間を相手の股間に押し付けております。しかしこれやり返したのは藤田の方、またの間の力、また力による攻防が繰り広げられております。本日の第3試合、まあこれは日々常日頃どれだけプロレスラーが自分の股間を鍛えているかというそういったものが問われます。前方回転エビ固め、これをエビ固めで切り返す、もう一回エビ固め、そこからガラ空きとなった股間に、いやー行った行った、これは微妙な角度だが、いや背後からですが、ちゃんと前方を、はい、前方を攻めているように見えたんですが、どうやら藤田美濃はお尻を押さえているということで、やはりこれは後方への攻撃だったんでしょうか。この辺は分かりづらい。新井健一の微妙なところで相手の急所をついてまいります。そして思い出したかのようにのど締め。さあ現在この試合は、お客様撮影禁止となっております。コーナー最上段に上がる新井健一郎、しかしロープを揺らして揺らしてバランスを崩す、これこのままいったら、あ、まずい、あー、したたかに股間をトップロープに打ち付けてしまいました。新井健一郎、全く予想だにしなかった展開、荒健にとってはよもやの展開です。なんとか自らダイブしてそれを逃れようとしたんですが、どこまで行っても重力は無常でございます。新井健一郎の股間をトップロープに打ち付けてしまいました。さあダウンカウントがあります。このまま10カウント入ったら負けだぞ。危ない危ない危ない、おー KO ギリギリ、スクールボーイ、さあスクールボーイのボーイ、ご失態で勝ちたいところ。そして逆肩、あーガラ空きとなった股間へクロー攻撃、これは逆肩エビという名を借りた股間への攻撃、ストレートすぎる攻撃です。これはうまい、これはうまい、ハーフボストンクラブ、まあ、ボストンクラブというクラブはこういう世界だったということが如実に物語られております。このハーフボストンクラブ、なんとかロープに逃げました新井健一郎、しかしすでにグロッキー状態、先ほどから相当自身のアイデンティティでございます股間を攻められております。それに対し藤田の方はさほどお尻は攻められてるんですが、前はあまり攻められてないので、股間のダメージに関しては荒犬の方が上でしょう。優位に試合を進めております。藤田峰雄、こっからなだれ式フランケンに行くのか、行くぞと言っております。あーしかし行けない、あーこれはガラッとなった股間に噛みつきからキス攻撃、キス攻撃、股間への接吻です。言うなれば股間へのリップロック。さあ股間へのリップロックからカーリーレース式のダイビングヘッドバット、これが思いっきり藤田ミネピョンのミネピョンに、藤田ミネオのミネピョンにダイビングヘッドバットが炸裂、悶絶悶絶、これはまずい、これはまずい、人間の体型が、人間の体勢がこのようになってしまった、ありえない体勢、ダウンカウントが数えられる、このまま KO 負けか、立てない藤田、立てない、あ、なんとか立った、10カウントギリギリ、スクールボーイ丸め込む、
カウント入らない、スリーまでには至りません。カウント2で返します。カウント2で返すということは、この試合藤田峰はまだ勝利を諦めていない。勝ちたい、プロレスラーなら勝ちたい。どんなルールであろうと、どんな試合であろうと、プロレスラーは勝ちたい。藤田峰は諦めません。しかし最大のビッグチャンス、最大のビッグチャンスは20元号。何、ああこれは股間のヘッドバット、後頭部ヘッドバット、まあ言ってみれば大和博の一直線の至近距離からやってるような形です。股間への後頭部ヘッドバット、ああ荒犬の、荒犬の表情が苦痛と快感に歪んでおります。苦痛と快感が同時に来る技、股間への後頭部ヘッドバット、そして内股になっている新井健一郎が内股、そして藤田美濃も内股だ。さあプロレスラーが内股になるとき、それは今、力が入るのか、下半身に力が入るのか、壮絶な試合となってまいりました。第3試合、お、これはスコーピオンデスロックか、いや違う、いや違う、これも投げと見せかけておいて、ガラ空きとなった股間に攻撃、ディフェンスすることができません。新井健一の両腕は抱えられております。なんとか足を絡まして、あーさあ、フル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 、そしてスコーピオンデスロップ、さあ新井健の股間が隆起してくるのか、縦新井健、縦新井健、立つんだ新井健、あー立てない立てない、立たない、位置を、位置を、はい、位置を変えますね。通常のものであって股間を狙っておりますので、位置を変えざるを得ません。さあこれはダイビングヘッドバットでしょうか、いや違う、スワントー、スワントー、おい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 、おー立った、アラケンが立った、これはハイジもびっくり、アレクスの少女もびっくりです。アラケンが立った、そしてここでアラケンコールの大合唱、藤田美濃も信じられないという表情を隠しきれません。正面からの急所打ち、そしてアラケンもやり返す死闘となってまいりました。己のアイデンティティをかけた男と男のシングルマッチ、デコピンを有効に活用したコカピン、さあコカピンに対しアラケンもコカエンのコカピン、試合時間10分経過しました。もう50分もやってるかのような錯覚にとらわれてしまいますが、まだ10分です。それほど内容が濃い試合、まあこれはもうここまでいくともう執念しかありません。体力は耐え、そして精神も折れかけてる今、この2人を突き動かしているのは執念以外の何者でもございません。なんとかロープに、あしかしして、あーツームストーン、ツームストーン、ツームストーン、パルドラブ、これ決まったらまずいぞ。藤田美濃が切り、あー今刺さった、刺さりましたが、もう一回持っていく、さあどう持っていく、ツームストーン、なかなか持っていけない、なかなか持っていけない、これももう一度元に戻します、新井健一郎。ああしかし荒犬が何か今、おっさあこれは相手の股間をちゃんとしっかりと、股間へのリップロック、攻めてる攻めてる、お互い攻めております、攻めております、カウンター数を終えておりますが、ギブアップを同時に狙ってる技でもあります。荒犬と藤田美濃監督、今の攻防は田口龍介さんに見てほしかった。今の攻防は田口龍介にこそ受け継がれてほしい攻防、ハイレベルな攻防が繰り広げられております。鬼神道第3試合、これがミスターガンノスケが見せたかった第3試合か。さあフラフラの状態、もうすでにほぼほぼ下半身に力が入らない状態にもかかわらず、レスラーは本能でコーナーに上がる、
反対側のコーナーに立った藤田峰夫と新井健一郎、なんと神々しい、なんと神々しい。駆け引きが繰り広げられております。あー、自ら自らダウン。これは悲しい試合です。これはプロレスラーにとって悲しい試合。プロレスラーはここまでやらなければいけないのか。意地を貫くためにレスラーとしてのプライド、これを貫くためにあそこまでやらなきゃいけないのか。もう涙で涙で前が見えない。そしてカウントが10カウント、両者 KO でございます。昇天してしまいました。二人揃って昇天してしまいました。新木場ファーストリングのお客様万来の拍手です。まさに壮絶な死闘。脳内で格闘技のテーマが鳴り響いております。皆さんハンカチは持っておりますでしょうか。二人ともやるだけやってやり尽くして行くとこまで行ってしまいました。しかしこれで二人の間に通じ合うものがあったんでしょうか。握手を交わすのか。力の入らない下半身で立った二人、再び脱がします。上半身をあらわに、なかなかぬめっとした体型で、その筋では人気がありそうな新井健一郎の上半身、それをあらわにさせて笑顔です。新井健一郎に笑顔、そして握手、そして口づけを交わします。万来の拍手ご覧ください。新木場ファーストリングが涙で濡れております。ああ、やり尽くしたという表情ですね。見てください、この二人の表情、迷いは全くございません。死力を尽くした二人に皆様は拍手をお願いいたします。そしてこの試合、なんといってもハヤブサ選手に見てほしかったです。第3試合でした。まずいね、これアンケート最後できないね。これどう考えてもこれベストバウトになっちゃうね、これね。やめましょうかね、全試合終わった後の。あまりにも卑怯ですよね、これベストバウトアンケートやったら。第4試合を行います。青コーナーに高みちのく入場。Fuck you。 先ほどの試合の後、第4試合に、入場してまいります2人に関しては、今から試合始まる前ですが、私は心よりリスペクトしたいと思います。素晴らしいと思います。それだけで素晴らしいと思います。第4試合、高道の区対吉野達彦。先に入場してくるのは会員帯道場高道の区です。さあ、一つ前の試合に何かしら感化されるものがあるのか、それとも全く違う試合を見せるのか。会員帯道場、そして鈴木軍でも活躍しております高道の区。赤コーナーより吉野達彦入場。対戦相手として入場してまいりますガッツワールド吉野達彦です。道の区プロレスで一時代を築いた高道の区、そして東北出身吉野達彦によるシングルマッチ。これはこれでやはりここ最近の吉野達彦の評価が上がる中、ベテランの高道の区との一騎打ち、非常に楽しみでございます。多くの紙テープが待っております。
レフリーバーブ佐々木。岩手県盛岡市で少年時代そして学生時代を過ごした高道の区、それに対し吉野達彦は秋田出身でございます。岩手対秋田、秋田東北対決、第4試合シングルマッチ開始のゴングが今鳴らされました。吉野にとっては、あれ何年前ですかね、大晦日に行われました、年越しプロレスの中で丸藤直道との一騎打ちが、組まれた時がありました。それに匹敵するシングルマッチと言っていいんじゃないでしょうか。高道の苦戦、まずは手をつの体勢から力で高道の苦をします。吉野達彦です。現在吉野達彦、解体途中でもセミレギュラー参戦しております。しかし初の対決は解体道場ではなくこの鬼神楼のリングで実現いたしました。さあその吉野を翻弄するかのようにくるくるっと回って首投げで持ってきますが、すぐさま脱出したのが吉野達彦。正面からストンピングで揺さぶりをかけます高道の空に対し、吉野達彦も正面からチョップを放っていきます。さあもっと打ってこいと、あー上等手段のサミング、さあ目をつかれて視界を奪われてしまいましたが、それでもまだまだいきます。チョップでいきます。お早くもジャストフェイスロック狙い、もちろん分かっている吉野達彦はガッチリと決められる前にロープにエスケープ、しかし危ないところでした。さあ首をひねられたか、今ちょっと左の首のあたりを気にしております吉野です。持っていかれたらそれまで、持っていかれる前に脱出いたしました。序盤まさかのジャストフェイスロック、揺さぶりをかけてまいりますベテラン高道の空。今のでさすがに吉野としては勢いだけで行くわけにはいかなくなりました。これは相手の出方、あるいは相手の動きを冷静に見なければいけません。勢いだけで押し切れるような相手ではありません高道の区です。スタンドのヘッドロック、そして首をひねる、フライングメアからさらに首をひねります。そしてこれは首をの字固め、フィギュア4ネックロックです。こういった基本的な技で試合を構築していきます高道の区。ジャストフェイスロック、あるいは道の区ドライバーといった技はここぞという時にしか出しません。さあなんとか逃れて首を取り行こうとしましたが、先に動かれてしまいました吉野達彦。さあグラウンドに持ち込んだ高道の子が上になる、ここからヘビーキラーに行くこともできるが、それが頭に入っているかどうか吉野達彦。フロントから首を抱えます、そしてグイッとひねる、立ち上がりから首を狙われる攻撃、やられる方としてはこれは嫌でしょう。吉野の最大の得意技はジャーマンスープレックス、アスリートジャーマン、あーこれもヘッドシザース、ぐわーっとものすごい脚力でひねるひねるヘッドシザース、これは長く食らっては首がいかれてしまいます。その吉野の得意技アスリートジャーマンに行かせないようにと首を攻め取ります高道の区。首を痛めたらブリッジすることができません。ヨシンバ投げられたとしてもブリッジで相手の体、そして自分の体を支えるのが難しくなってまいります。当然吉野達彦の得意技を頭に入れた上で首を攻める高道の空、またしてもヘッドシザース、さあこの脚力を生かした、これで吉野の左の腕を背後に持っていくとクルックヘッドシザースになりますが、
クルックに行く前にとにかく強引に脚力で締めております。ヘッドシザースエスケープ、立てない吉野達彦を強引に立たせます。至近距離からの膝、先ほどは串刺しの2、そして今度は至近距離からの膝、カウント2で返した吉野達彦のフロン首をフロントから取り、フロントネックロック、グラウンドに持ち込む、もう一度フロントネックロック、徹底した首へのサブミッション。高道の句、若い頃道の句プロレスで飛び技で自分の名前を売りましたが、ある時期から飛び技だけではやっていけないと藤原組あるいはバトラーズに参戦し、グラウンドの技術、サブミッションの技術も磨きました。それがキャリアを重ねて今功を奏しております。有効に活用されております。ジャストフェイスロックいくのか、おーっとこれは吉野がジャストフェイスロック、おーさあ吉野もやられてばかりではいられない。高道の子をクロスフェイスに持っていく、クロスフェイスに持っていく、さすがに顔をしかめて高道の子が左腕でサードロープ、さあ相手のジャーマンスープレックス封じ、そして自身の得意技ジャストフェイスロック、これつなげるための首攻めを攻めていた続けていた高道の句ですが、逆に首を攻められました。そして右ハイキック、さあセコンドにはガッツワルド、ガッツ石島、コーナー最上段からミサイルキック、滞空時間が長い、滞空時間の長いミサイルキックからカウント2。さあ流れを変えることができたか、さあジャーマンを狙う、バックを取り返す高道の句、自らロープに飛んだがフロントキック、そして藤原アームバーと見せかけておいて反対側に回ってのジャストフェイスロックを狙うぞ、ああ頭を殴って持ってく持ってく、ロープが近かったのが幸いいたしました吉野です。もう火を見るより明らか、高道の句の狙いは首だ。そしてこの技は道の句ドライバーも首への攻撃になる、ああなんとなんと吉野が道の句ドライバー2、おーカウント2、高道の句自身の最大級の技は道の句ドライバー2を先にやられた、スーパーキックからこれも左肩上げる、危ないところ、しかし吉野ここは攻めている攻めている、さあ拳を握ってこのチャンスに、さあ追走式からスリーパー、そのままフェイスロックに持っていく、吉野が逃げる吉野が逃げる、いやそのロープに伸ばした左腕を取られての、これはリング中央に移行してのビッグキラーだ、あータップアウト、ジャストフェイスロックを警戒していた吉野ですが、その先が、その先の手が高道の句にありました。しかもロープギアからリング中央に移行してのディックキラーでした。高道の句が描いていた通りの試合となりました。最後は道の句ドライバーを出す前に決めました高道の句です。がっくりと両手をキャンバスにつきます。吉野達彦。高道の句、大技をほとんど出しておりません。徹底した首への攻撃、そしてフィニッシュも、その首を固めたサブミッションです。まさにプロレスのお手本、プロレスの教科書と言って試合内容でした。高道の句勝利、第4試合でした。
第5試合でございます。こちらも異色のシングル対決と言っていいでしょう。佐藤光対バッファロー。あー、なんとなんと背後からバッファローが椅子で佐藤光を襲った。これは予想していなかった、想定していなかった。花道で姿を現し、気合を入れる佐藤光、その背後を吸収しましたバッファローです。猛牛が襲いかかる、猛牛が襲いかかります。あー、レプロンに戻ってきた佐藤光をラリアットで今日はぶっ飛ばす。アントニオに来た背後砲丸状態。お気をつけください。2票をついた先制攻撃で佐藤光を蹂躙しておりますバッファローです。選手の前で広く上げてください。お気をつけください。選手の前で広く上げてください。大変危険です。佐藤光の出鼻をくじかれてしまいました。おおっと、しかし敵中につける、反撃なるか佐藤光。そして得意の右のミドル、重いミドルを放っていく。場外でのフライングメアです。座らせてバッファローにランニングのローキックを放つか。ランニングローキック、さあ佐藤光道着を脱ぎます。入場時襲われました佐藤光、しかも椅子攻撃。これまでのプロレスキャリアの中で全く違った足跡を歩んでまいりました佐藤光とバッファロー、まさかのシングルマッチ実現です。さあこれを蹴りをかわし足をすくった、再び場外へ。さあ場外はこれはバッファローの陣地か。お気をつけください。大変危険です。選手の前で広く上げてください。お気をつけください。椅子を投げつけます。もちろん佐藤光も全日本プロレスで場外戦は経験しておりますが、まあなんといってもバッファローは場外戦のスペシャリスト。長きにわたりルールを一直線でやってまいりました。またしても椅子、あーこれはかわして鉄柱へ。危ないところでした佐藤光。それに対して佐藤光はパンクラス、あーたたたたた、今のは痛い。そして椅子脳天をぶち抜きました。お気をつけください。これは辛い、これは厳しい。その一つ前のあの蹴り、椅子でディフェンスされたのもすね相当なダメージだったと思われますが、その後に脳天を椅子でぶち抜きました。今日の猛牛は怖い、今日の猛牛は荒れております。一体バッファローに何がそうさせるのか。うずくまったままピクリともしません佐藤光です。ハードヒットを主催し全日本プロレスを主戦場としております佐藤光ですが、バッファローのラフファイトに翻弄されております。途中につける、青の場外マット、何かしらこれ血でしょうか。流血したのか佐藤光。17 18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 
やはり流血だ、佐藤光流血だ、しかも相当これおびただしい出血です。お気をつけください。いや、あまり光る選手がこれだけ流血しているのはあまり見た記憶がございませんが、場外でラリアットくらい大の字となっております佐藤光です。流血、これほどの大流血で試合をした経験はそれほどないでしょう。果たして試合続行可能なのか。
またしても場外カウントが数えられます。カウント16、さあカウント20まで数えられたら佐藤ひかるリングアウト負けとなります。バッファローはリング内で待ち構えております。さあそのバッファローがいるリング内まで到達することができるのか。あー体が動かない。カウント19、なんとか入ったが、またしてもまたしてもリング下に落とされる。徹底した場外戦、徹底した場外戦です。全く佐藤光のいいところが出ていない。防戦一方です。佐藤光防戦どころか動くことさえもできません。いやマットを外して、コンクリートの上のパイルドライバーを狙う。おしかし佐藤光が脇固めを狙う、脇固めを狙う。しかし力が入らない。流血しておりますので力が入りません。振りほどかれてしまいました。そして至近距離からのラリアット。またしてもフロアが、なんと硬い硬いコンクリートの上にパイルドライバー、パイルドライバーで働く佐藤光にパイルドライバー。これが本当のパイルドライバーと言わんばかりです。バッファロー完全にノックアウト、完全に KO。 休ませません、休ませません。この流血見てください。佐藤光大丈夫か。しかし目は死んでなさそうです。佐藤光の目がギラついております。まだ目は死んでいない佐藤光。ラリアットに飛びつき、腕十字、飛びつき腕十字固め。バッファローが上体上げて切り返そうとする。タツタツ、元に戻す。腕十字固め。血染めの、血染めの腕十字、血染めの腕十字。クラッチを切った、クラッチを切った。バッファローは、タップタップタップ。最後は足を持っての、足を決めての。佐藤光選手の勝ち。見てください、この佐藤光の目。そしてこの血。いやー血が滴り落ちております。ちょっとひどい出血です。だが目は死んでおりませんでした。そして執念も途絶えておりませんでした。勝利を挙げたのは佐藤光。納得いかないとばかりに試合が終わった後も、勝敗が決した後もバッファローがストンピングで襲いかかりました。セコンド陣が止めに入ります。バッファローとしては納得いかないというところでしょうが、タップしたのは間違いありません。自らギブアップしてしまいましたバッファローです。勝敗に関しては文句のつけようがありません。しかしご覧ください、このキャンバス、血だまりを見てください。大丈夫でしょうか。自ら立ち上がることができない佐藤光。勝ち名乗りを上げることもなく、リングを降りるんでしょうか。セコンドの翔太が、その様態を見ております。いやー、佐藤光の執念、ここにありです。いや、もしかすると、無意識のうちに、相手の腕を取ったかもしれません。果たしてこの状態、佐藤光意識あるのかどうか。しかし、いい勝負の方は佐藤光、タップアウト勝ち。これは動かしようがございません。本日のセミファイナルを行います。青コーナーより
マグニチュード岸和田入場。新通りターンズ19、残すところはあと2試合でございます。第6試合セミファイナル、宮本優子とマグニチュード岸和田のシングルマッチ。いやー、これ最初岸和田さんですよね。岸和田さんの入場曲は聞きたいところでございますけども、残念ながら世の中には、どうすることもできない大人の事情がございます。そんな中、マグニチュード岸和田入場。大阪で一番強い男が入場してまいりました。いつ見てもすごい肉体、まさにザッツプロレスラーという肉体をまとっております、マグニチュード岸和田。赤コーナーに宮本優子入場。続いて入場はトリプルシックスより参戦、宮本優子。この宮本優子も WMF よりプロとしてのキャリアをスタートさせております。 WMF 時代の先輩であるミスターガンノスケがプロデュースするこの鬼神道に参戦。赤の特攻服で姿を現した宮本優子ですが、リングインするにもやはり警戒しております。相手は何といってもマグニチュード岸和田。そして返しのゴング前に先生のドロップキックをヒットさせました。さあ奇襲をかけたのは宮本優子。それもそのはず、過去のシングルの対戦成績や岸和田の2戦2勝。宮本優子はまだ一度もこのマグニチュード岸和田にかけておりません。それだけに返しの奇襲攻撃、宮本優子が放ちましたが、すぐさま体勢を立て直したマグニチュード岸和田が場外で暴れております。さあ、一つ前の試合ではバッファローが場外で大暴れしましたが、今度はかつてそのバッファローと同様だったマグニチュード岸和田が場外で暴れております。一つ前の試合に続いて大阪パワーが炸裂。そして鉄柱を使ってレッグブリーカーに行くのか。ああ、左の膝です。まあこれはたまたまなのか、それとも意図的にそうなのか、大阪勢は荒々しいですね。これもまずいぞまずいぞ、ガラ空きだ。ガラ空きの左膝に思いっきり椅子を、これはまずい。宮本優子機動力奪われてしまいます。いや、かかとのあたりを押さえている。どうやら膝を狙ったところ、椅子がかかとの先に、かかとではない、つま先に当たった模様です。そして今度は膝、今度は膝です。第5試合に続き、第5試合のバッファローに続き、場外戦で相手を蹂躙したマグニチュード岸和田が優位に立っております。セミファイナル、過去に2戦2勝と白星を先行させているマグニチュード岸和田ですが、全く容赦しません。そして隙も見せておりません。オンドレアと言いながら場外で痛めたその宮本優子、機動力の源、左の膝にストンピングを放っております。そして重いエルボー、一発で宮本の体ごと持っていかれる。ああ、土葬を聞かして来てみろとマグニチュード岸和田。これはまずい、宮本有効です。下半身を攻められては動けません。立ち上がりからスピードで撹乱したいとこだったでしょうが、そのスピードを封じられてしまいました。レッグロック、苦しげな表情でサードロープに手を伸ばしました。すぐさま左膝への
攻撃が続きます。テイクドロップキック、この体、この体全体のパワーが左膝一本に突き刺さるというのは嫌なものでございます。またしてもレッグロック。さあここからレッグロックからインディアンデスロックに行くこともできます。そして足を無事固めに行くこともできます。相手の下半身を自在に攻めております。マグニチュード岸和田、パワフルだけではありません、パワフルさだけではありません、こういった理にかなった攻めも見せることができます。マグニチュード岸和田、インディーマット界を渡り歩いてまいりましたマグニチュード岸和田です。豊富な経験、そして実績、どこを取っても火の打ちどころがない。さあ宮本に対する生徒氏、うるせえと一括でございます。そして逆肩エビ固め、リング中央で自身の体重を宮本優子の腰に乗せております。わーっと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 、全く動けません宮本優子です。完全に動きが止まっております。このまま押し切られてしまうのか。さあ声援、歓声、声援だけではありません、激も飛んでおります宮本優子。試合時間5分経過ですが、この5分ほぼほぼ宮本優子が攻められっぱなし。立ち上がらなければ反撃はできません。しかし立ち上がるとそこにはエルボーが待っている。立たずしても地獄、立っても地獄のシングルマッチ。相手はマグニチュード岸和田、大阪で一番強い男。さあ踏ん張るが、これ左膝が効かないので持っていかれてしまうのではないでしょうか。下半身が効かないぞ宮本。膝切りを一発ぶち込んでロープ飛ばす。おーっと、カウンターのフラントスープレックス、ベリートゥーベリーで重い重いマグニチュード岸和田を持ってきました。宮本優子です。さあコーナーにもたれかかるマグニチュード岸和田に距離を取って切り出しのダブルニーを放ちます。痛めてる左膝を使って、そしてテイクドロップキック。しかしこのテイクドロップキックもいつもと比べるとちょっと威力としては半減か。その一つ前の串刺しのダブルニーもいつもと比べるとという感じがいたします。それでもプロレスラーは攻めなければ勝てません。ましてや劣勢の展開、宮本優子、この局面を打開することができるかどうか。気合で持っていくブレインバスター、しかし重い重い、マグニチュード岸和田の腰を、重い重い重い、それでも宮本は持っていけ、いや持っていけない、背後の着地コブラツイストに持っていく。さあこれは自身を休まるしか、休ませるしかありません。マグニチュード岸和田のスタミナを奪いつつ、あしかしすぐさま岸和田はロープへ。これではスタミナの消耗を回復させるには至らず、宮本優子を左膝を押さえております。あーっと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 、バックドロップ、不用意にヘッドロックに行ったところをふわっと浮かされました。この引っこ抜く力、この引っこ抜くつける力がマグニチュード岸和田の真骨頂。いやーヘッドロック行くのも隙を見せてはいけません。ハーフボディスラムから、さあ何を狙うんだ。まずはコーナー2段目からのムーンサルト、この動きです。スピードで翻弄すべき宮本優子がスピードでも上回られております。テイクドロップキック、
うわー、のたうち回る宮本優子の姿、ちょっとここ最近で宮本優子がここまで一方的に攻め込まれているのは見た記憶がありません。シングルプレイヤーとしても、そしてヤンキー二丁拳銃としても、この数年は常に会長に走ってまいりました。現アジアタッグチャンピオンでもあります。その宮本優子が翻弄されております。足音の地固め、地獄の足音の地固め、あー、これは厳しい絶叫を上げる、想像を絶する痛み、やったものでなければわからない痛みが宮本優子を襲いかかっております。おっと、左のサポーター、そして左のサポーターを外しました。これはレフトハンドのラリアット予告しております。終わりと宣言、カウンターのソバット、右腕でラリアットを放ち合う、もう一回、あーと宮本がふらつく、どちらも倒れず、さあ左が来た、やはりラリアット、左は食らってはならない。おー、しかし宮本も右腕のラリアットで反撃、両者ダウンです。あれほど攻め込まれていた宮本優子がなんとか両者ダウンまで持ち込みました。しかしダメージの大きさ、スタミナの消耗度、これはどう見ても宮本がゆえ、それを補うには気迫しかありません、執念しかありません。宮本が起死回生のムーンサルト、ブラーッと剣山、両者ダウンからマグニチュード岸和田が蘇生しました。先ほどの両者ダウンは三味線だったのか、ただただ休んでいただけだったのか、宮本の動きをよく見て剣山でカット持っていきます、ぶっこ抜きます。対空時間が長い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 、ブレンドした垂直落下、大の字の宮本優子、立てない、動けない、立てない、動けない、動けない宮本にダイビングボディープレス、飛んだ、まずい、カウント2、よく返しました宮本、この思い全体じゃ見せたダイビングボディープレス、カウント2でなんとか返しましたがグロッギー状態、来るぞ来るぞラストライド、これが決まったら終わりだぞ、ラストライド、地獄へ向けての旅立ち、しかしこれを後ろに回ってエビ固め、あ、カウント2、あ、広角と前方回転エビ固め、すっぽ抜けてしまいました。そしてこのジャーマンを見てください、岸和田ジャーマン、カウント2、見事なブリッジ、岸和田ジャーマン、しかし宮本優子もカウント2で返します。さあ勝利を確信したか、マグニチュード岸和田、右の人差し指、そして左の人差し指を突き立てて再び地獄への直行便、ラストライドを踏ん張る宮本優子も、これを食らったら終わってしまうことが分かってる、あー、まずいまずいまずい、ラストライド、くるくる、ラストライド、おーっと返す、ラストライドを返す、どういうことだこれは、さすがのマグニチュード岸和田、止まった、動きが止まった、宮本の粘りにあの岸和田が衝撃を受けている。しかし一発返されてなればもう一発決めればいい、2発目のラストライド、地獄への直行便第2便です、
踏ん張る宮本、踏ん張る有効、有効がリバースする。カウント2で返しましたが、食らっていることには変わりません。宮本有効、意識ボールを落としております。ダメージは受けている。ラリアットカウンター、体を浴びせる。岸和田がカウント2で返す。宮本が行く。ガンノスケクラッチ、ガンノスケクラッチ、カウント2。宮本はまだ諦めておりません。ハンドスプリング、オーバーヘッドキック、動きを止めた、動きを止めた、岸和田の動きを止めて、ファイヤーサンダー、弾んだ弾んだ、真っ逆さま、わーっと岸和田も粘る。しかしチャンス、チャンス、潜在式のチャンス、宮本チャンス、もう一発、潜在式、潜在式ファイヤーサンダー、逆転勝ち。宮本優子、左手を上げました。ダウンしたまま左手、そして右腕も上げました。勝利のガッツポーズはダウン状態のまま。まさに逆転勝利。9回の裏、土壇場、ツーアウト満塁、逆転ホームラン。よくあのラストオーライドを食らって、そこから勝利に結びつけました。最後はファイヤーサンダー2連発。いや、しかし一発目のファイヤーサンダーを返したキアドも見事だった。マグニチュード岸和田の全体重が自分の首にかかってポーンと弾んだほどのファイヤーサンダーをカウント2で返しました。しかしその後の旋回式ファイヤーサンダーは返せず、大阪一強い男、宮本有効に敗れる。そして宮本有効、マグニチュード岸和田から初勝利です。ああ、岸和田としては3つ入ったという意識がない模様です。記憶を飛ばされたでしょうか。それほどの破壊力がありました。旋回式ファイヤーサンダー。WMF の先輩であります、ミスターガンノスケの得意技にアレンジを加えました。旋回式ファイヤーサンダー。そして、潔くその右手を上げます。なんとマグニチュード来ちゃった。もう一度だと。これで終わりでないと。宮本有効に。同じ花道を帰ってまいります。勝者と敗者。万来の拍手です。セミファイナルです。のメインイベントを行います。青コーナーより安浦の入場。神道リターンズ19、いよいよメインイベントでございます。全試合シングルマッチのしんがりです。ミスターガンノスケ対安浦の、DDT から参戦いたします。安浦のバトルソクラティス、ヤスティクスの異名を欲しいままにします。プロレスサイコロジーに長けた男。赤コーナーにミスターガンノスケ入場。今大会のプロデューサーである、そして自身でメインイベントを務めますミスターガンノスケ。
やはりこの男がいてこその、この男が試合に出てこそのキシンド、シングルマッチ30分一本勝負に臨みます。1991年6月22日、北海道羽幌町小学校体育館でデビュー。一度は引退しましたが、その後復帰。復帰後も、引退前と全く変わらぬ体格。これがプロ意識の表れです。ミスター雁之助。赤コーナー側に立ちます。本日のメインイベント、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー DDT、174センチ、87キロ。安村ドーン。かつては雲の上の存在だったミスター雁之助との一騎打ちに臨みます。安村の178センチ100キロ、ミスター雁之助。その体重は3桁、100キロきっちり。ミスター雁之助。レフリーバーブ佐々木。さあ、安浦のセコンドにガッツワールド勢、吉野達彦、翔太、そしてガッツ石島がついております。マスクドミステリーもいますかね。ガッツワールド勢は全員安浦のについてますね。さあ、握手を求める安浦へ対し、あっちに行けと。いや、握手にこだわります。バーブレフリーもしやらないと、まあ、レフリーぐらいはいいんじゃないですかね。はいはいはい。さあ、メイドリン開始のゴンが鳴りました。ミスターガンノスケ、そして安浦のいずれにも声援が飛んでおります。しかしその声援がガンノスケコールに変わりました。万来のガンノスケコール。おっと、それたしガッツワールド勢が裏のコールです。ガッツワールド勢は安浦のについている。あー、どうやら安浦野が何か吹き込んだみたいですね。ああ、騙されたと。安浦野が騙していた。こちら翔太のみは安浦野の方にとどまります。欠場プロレスつながりということで、丸山氏と翔太がセコンドへ、ガッツワールド側と欠場プロレス側に分かれております。さあ、翔太は欠場プロレスの T シャツの上にガッツワールドのジャージを羽織るのか迷っている、迷っている。あ、今日だけということで、安浦野が吹き込んだことが騙されていたということを ガッツワールドの面々は気づいた模様で、青コーナーのセコンドから赤コーナーに移動いたしました。しかし翔太のみは青コーナーに残っております。さあ、そんな中改めて対峙いたします安浦野とミスター雁之助。二人の初めての出会いは安浦野が会員隊道場の一期生として逆輸入しFMW のリングに修行として参戦していた時代です。その頃ミスター雁之助はトップレスラー、ひろきと共に修行のために FMW に上がった安浦野。その間には大きな大きな差がありました。雲の上の存在だったミスター雁之助とこのような形で一騎打ち。誰もが言うんですが、その当時の安浦野はグリーンのショートタイツで本当に地味としか言いようがない。これといったカラー、これといった技、そういったものがない。もちろん新人ですから当然なんですが、
そういうレスラーでした。そんなレスラーが今こうしてバートロス・オクダーテスの異名を欲しいままにし、ミスター・ガンノスケの前に立ちはだかっております。対するミスター・ガンノスケはハヤブサと同期として FMW でデビュー、その後 TNR チームノーリスペクトの一員として悪の限りを尽くしました。一時代を築いた男、ブリーフブラザーズ話題になりました。数々の実績、そして数々の思い出を残し、一度2008年に引退、しかしレスラーとしての体を作った上でその後復活いたしました。全く一度引退した男とは思えないこの肉体と、そしてこのテクニック、あのハヤブサが3本の指に入るうまいレスラーとして名を挙げるのがこのミスター・ガンノスケ、そして中川浩二。最大のライバルが認めますこのミスター・ガンノスケです。そのガンノスケをヘッドロックに捉えて動きを止めるのが安浦の、ヘッドシザス抜けれない、ヘッドシザスを抜けることができない安浦野です。本来でしたらここでヘッドシザスを抜けて自分のリズムを構築するんですが、ミスターガンノスケがそれを許しませんでした。しかし膝を立てて、さあそしてその膝を相手の足首、クロスした足首の上に膝を置いてこじ開けることによって首を抜くことに成功。そこから何を狙う安浦のブレイクするのか、それとも飛びつくのか、ブレイクいたしました。一応離れます、しかし油断はなりません。ミスターガンノスケ容易に立ち上がってはいけません。安浦の何を狙ってくるかわからない、警戒して警戒して体を転がしてスタンドに戻ります。再び向かい合った2人がロックアップ、そこから腕を取ったのは安浦のです。腕を捉えたミスターガンノスケが腕を取り返すリストロック。さあこの安浦野のこの裏返ったこの手首のあたり、ここを注目ください。しかしそのまま背後に腕を持っていかれる前に足をすくいます安浦野です。たとえやられていても自分がやり返す、そういった隙を伺っております。そこから首を取りに行きましたが、うまく抜けたミスターガンノスケがいよいよハンマーロックに捉えます。先ほどスタンドで行こうとしたハンマーロック、グラウンドで行きました。左腕を固められたままスタンドに戻り、リストを取ります。もう一回ひねる、もう一度ひねる、これがですね、この相手を寝かして自分が膝を立てて決めるこのアームロックなんですけど、若い頃からガンノスケ選手はこれが得意で、本当これで相手の動きをよく止めておりました。さあそこからキーロックに行きます。やはり若手時代から花があった江崎英二、現在のハヤブサに対しミスターガンノスケは地味ながらもしっかりとしたレスリング、これをターザン後藤に叩き込まれました。お互いのカラー、お互いのカラーの違いがよく出ていた若手時代、そんな若手時代に積み重ねていたものがこれほどのキャリアを重ねてもものを言っております。あー、これも三味線だった、この安浦の高笑い。あー、そして鼓膜への関節技、大声を張り上げてミスターガンノスケの鼓膜へのダメージを与えます。
さあ鼓膜の関節を決められてしまったミスターガンノスケ。そしてこれは髪の毛かちょっと耳か、耳が上ですね。両耳を掴んで投げ、あこの辺りは安浦野のレスリングに翻弄されております。ミスターガンノスケです。まあいったいやらしい攻めを見せた後にこういった基本的な技で相手の動きを止める安浦の、おお指指、ミスターガンノスケもなかなかしたたか。ああ、これも声が大きい、思わず耳を押さえ取りますガンノスケです。さあギブアップかどうかを聞く、ルール上は認められております。この安浦殿のギブアップを問うこの声、反則にはなりません。さあ苦しげな表情のミスターガンノスケ、なんとかスタンドに戻りました。バッケルボード鉄腹に放つ、いやーしかしそれでも腕を取りに行きますガンノスケです。フージアラームバーに行くミスターガンノスケ、突破口は関節技か脇固めで安浦殿の動きを止めます。浦野も長くこれ食らうわけにはいきません。ロープに足が到達、そして場外へタイムをかけます。さあこの辺りも駆け引き、そしてセコンドの丸山と翔太、何を言ってるんでしょうか。10分経過。さあ今セコンドとの会話が聞こえるかどうか、私喋らないようにしていたんですが、皆様聞こえたでしょうか。あまり聞こえなかったですね。一体どんな会話がなされていたのか。さあそのセコンドと何やら作戦会議をした後リング内に戻ってまいりましたが、劣勢の展開は変わりがありません。ストンピングの猛攻で安浦の青コーナー下に追い込みますミスターガンノスケ。フライングメアからスリーパーホールドに行きます。さあこの太い腕でスリーパー、いや首をのじかため、流れるような攻めを見せておりますミスターガンノスケ。さあこの首をのじで相手のスタミナを奪うと同時に言うまでもありません。ミスターガンノスケ自らのスタミナが消耗するのを抑えております。丸山と翔太がこの首をのじ固めの切り返し方をセコンドから指示を出しております。右肩を回せば、お言われたセコンドの指示通り、セコンドの指示通りに動いたら首をのじを返すことに成功しました。首さあ首、言われた通りセコンドの指示通り首を取りに行きます安浦の。セコンドの的確な指示、これが奏しております。さあ今やリング上の安浦野はセコンドの指示通りにしか動かない。安浦野が鉄人28号なら丸山氏と翔太が翔太郎君、ああしかしハンマーロックで切り返されてしまいました。さあ、お、ああこういう風にやるんだと、ああそうですね、いや見せております。しかし安浦野はそれどころではありません。一応実際にやってみせてるんですが、お手本を見せてるんですが、安浦野は状況的にそれどころじゃない。秋葉原の駅前でよく見られます実演を見せたんですが、最終的にはロープに足を伸ばしております。先ほどセコンド陣が見せた実演は何の身にもなりませんでした。まあ、セコンドが指示を出すのは反則ではございません。
まあ、指示を出すのはいいんですけど、その指示があからさまに相手のミスター雁之助にも、届いてしまうというのがちょっと今のは、穴でしたね。セコンドの指示、極力相手に分からないようにしなければいけませんでした。こういう腕の取り方あるんですね。両腕をハンマーレッグのようにして後ろに持っていき、そしてバックに回ってるサーフボードストレッチに行こうです。さあこのサーフボードストレッチなかなかきついんじゃないですか。いや返そうとしますが、パワーでは雁之助の方が上でしょう。うわー、それでも、あー、戻される。さあ、ここで安浦野がカンガルーになれれば、切り返すことができるんですが、果たして安浦野カンガルーになれるか。いやー、その前に力で返そうとします。ひっくり返せるか。あー、ひっくり返した、その、反動でまた元に戻されてしまいました。こうなったら安浦野はカンガルーになるしかない。いやしかしその前にまたしても首をのじ固め、フィギュア4ネックロック。そして腕しぎ十字、いや首も決められているので、これは三角締めでしょうか。ヤスがクラッチを握り、左腕を持っていかれないようにディフェンスいたします。おーおーおお、なかなか安浦野も、おお、左腕だけで持っていって、あ、そしてそこから足を取る。噛んでいた。ああ、わかりましたか皆さん、今噛んでましたか。ミスター雁之助が噛んでると抗議いたしておりますが、レフリーは見逃しております。それぐらいレフリーのブラインドをついて、小技を挟んできます。安浦野。そして、アンクルを固める、アンクルホールド。あまり安浦野がアンクルホールド見せるってそうないと思うんですが、さあ雁之助の左足をアンクルホールドで捉える。ロープ近いよ、ロープ近いよと言いながら相手に揺さぶりをかけております。飛びつくようにトップロープにエスケープ。レフリーに持たせて、ガラ空きとなったその左足の膝にドロップキック。これぞまさにヤスティックス。かかとへの DDT。そしてすぐさま間髪入れず逆肩指固め。さあ、ヤス絞れという非常に具体的な指示がお客様から飛んでおります。なんとかロープに這おうとしたんですが崩されてしまいました。さあ雁之助動けない。浦野のその全体重が腰に乗っているので雁之助動くことができない。しかし腕をプッシュアップし、なんとかロープに到達することができるか。いやまだ逆エビ、逆肩エビ固めが決まっている。腕を突っ張らせてなんとか脱出。一つの技から脱出するのにプロレスラーはここまで必死になります。大会プロデューサーではありますが、リングの上に上がればそういったものは関係ありません。一人の戦う男、ミスター雁之助。全体的な流れで言うと、やはりいつもの安浦野のプロレスです。これはうつ伏せの状態にシルバーブレット。さあ今が油が乗り切っている安浦野に対し、一度は引退しカムバックしたミスター雁之助、現在47歳。
長引けば長引くほど浦野の有利となるのは否めません。さあまたしても耳をつかむ。さあ先に立ったのはミスター雁之助です。反撃をようやく見せたミスター雁之助、しかしすぐさまいけないということはやはり雁之助もスタミナを消耗しているのでしょう。次の攻撃にすぐいけない、間が空いてしまう。それでもローキック、さあこれ乗るのか、乗らない、乗らない、うん、これは乗らない方が得策でしょう、乗らない方が得策でしょう。ローを放ってこいと相手を挑発する浦野に対し別の技で攻めていきます。さあそしてここでまたしても雁之助、見てください、この段階でこの腕固めです。実はこれがミスター雁之助のプロレスです。若い頃からみっちりとこういったレスリングをやってまいりました。たとえ中盤であろうが終盤であろうが、こういった技を大切に使っておりますミスター雁之助。そしてそこからこれは腕十字取りもアームバー、ストレートアームバーに行っております。そしてそこから やはりアームバーですね、ストレートアームバー。なんといっても歴史の強者、さまざまな相手と戦い、レスリングの経験そして技術を重ねてまいりましたミスター雁之助。さあ今度は安浦野が悶絶する番です。必要な左上の攻撃、そしてそこからさあ腕を固めていきます。さあこれは20分経過、腕へのスピニングトーホールドのようになっておりますが、これは剣形のキーロップと言っていいのか。ここで自分の右腕を閉じ入れるとキーロップになりますが、キーロックに持っていく前に自分の両足脚力で左腕を締めておりますミスター雁之助です。そしてここから浦野が必死にロープへ。さあ先に立ちましたミスター雁之助です。さあこれはランディングアームブリーカー行くぞ、ランディングアームブリーカー、かつてジャイアントババが上田馬之助の肩を脱臼させたランディングアームブリーカー炸裂。さあ動きが止まりました安浦野、もう一回行くのか。さあ鬼神がランニングアームブリーカー2発目、塩取山スターザン後藤もこの技でミスターフォーゴあるいは大谷久勝といったあたりを悶絶させておりました。そのアームブリーカーが炸裂。20分が経過したにもかかわらず、まるで前半戦のようなこの攻防。わあ。いやいやいや、これは安浦の本体であります、自身の団体であります DDT でもあまり経験していないこの流れ。なんとか右足をロープに到達させました、エスケープ。しかし左腕相当効いております。おーっと、このレフリーをうまく、そしてテイクドロップキック、使えるものは何でも使う安浦吾。トップロープに固定してガラ空きの背中にドロップキック。雁之助優位に流れを変えたんですが、
安浦野もそのままズルズルとはいかせません。この辺はさすが攻防が入れ替わります。シルバーブレット、本日2発目のシルバーブレット。さあそろそろ25分になりかけております。メインイベント、ミスターガンの助けた安浦の一騎打ち。さあ浦野が間合いを取ります。何を狙っているのか。30分一本勝負ですのでそれほど時間は残っておりません。 DDT。カウント2、残すところは残りあと7、8分というところでしょうか。30分一本勝負です。残り7、8分の間に勝敗を決めなければいけません。スマッシュパンチ、左右テイクドロップキック、翻弄される、翻弄されるミスターガンノスケ。かつて他団体から修行に来ていたその男に翻弄される日がやってまいりました。しかしミスターガンノスケ、そこでここで諦めるわけにはいかない。さあ右腕を誇示しております安浦の勝利を確信したか。ここでヘッドロックに行くとこ、バックドロップ、強引に持っていきました。ヘッドロックに来たところ瞬時にしてバックドロップに持っていった。まるで勝つの藤波辰巳対長州力名勝負数え歌の一心を思い起こさせるようなひねりを加えたバックドロップ。安浦のダウン、後頭部下だけに打ち付けた安浦のが赤コーナー付近でダウンする中、ミスターガンの助が踊りに気合を入れるためにおたけびを上げた。鬼神が吠えた、鬼神が吠えた。さあ残りあと5分、残り試合あと5分です。果たして決着は見られるのか。名優であります早草の技、ファルコンアロー、カウント2。早草の思いを背にしてリングに上がっておりますミスターガンノスケ。早草は必ずリングに帰ってくる、そう信じて戦っておりますミスターガンノスケ。走り込んでのラリアットを返して探さされたに回して、もう一回行くモダンタイムス、モダンタイムス、ダウント2。今度はガンノスケクラッチ、ガンノスケクラッチ、学生時代から使っていたガンノスケクラッチ、ダウント2。いやしかし顔面のジャンピングハイキック、ラリアット、ウル鉄砲水、ミスターガンノスケのウル鉄砲水が炸裂。しかしホールに行けません、ガンノスケホールに行けない、ガンノスケホールにようやく行くか、いや行かない。首をかけるポーズ、拝んでサンダーファイヤーパーダン、ワン、ウラノがワン、もう一回ファイヤーサンダー狙う、ファイヤーサンダー、もう一回、ああひっくり返す、ナムツ、しかも今セカンドロープを手にしていた。33秒、安浦の選手の勝ち。安浦のまるでエディゲルのような勝利、ファイヤーサンダーをカウント1で返し、体をひっくり返し、その右腕はセカンドロープを掴んでおりました。本日のメインイベント、シングルマッチ30分一本勝負は26分33秒、 AB 固めで安浦の選手の勝利です。26分33秒、残り3分27秒ですね。
の感想ですね。違う、試合じゃないよ、試合じゃないんだよ、プロレスに対する気持ちですよ。本田さん、あなた一回プロレスを諦めましたよね。あアップしましたよね。僕は、いや、僕たちはまだギブアップしてません。はい、ある日本田さんに僕は聞きました。本田さん、いつ戻ってくるんですかって。そしたら本田さんは、俺は鬼立つじゃないんだから復帰しないよって言いました。また別のある日、僕は本田さんにこう言いました。本田さん、いつ復帰するんですかって。そしたら本田さんは、大仁田じゃないんだから復帰しねえよって言いました。でもね、本田さんがリタイア中の本田さんがプロレスを見つめる顔、僕はずっと見てました。こんなに楽しそうにプロレスを見るミスター雁之助がこのリングに戻ってこないわけはないって、あなた、ここにいる選手の誰よりも、いや、ここにいる会場のお客さんも全部含めて、あなたほどプロレスを好きな人は僕はいないと思います。悔しかったらまたいつでもかかってきてください。また、胸を貸してあげます。ありがとうございました。ちょっと待ってくれ、安いから黙って聞いてたくなるわ。言いたいことはいっぱいあるけどよ、言い返せねえよ今日は。でもな、中途半端に俺戻ってきたわけじゃないからな。いいか、俺現役の時より今練習積んでるからな。毎日、俺48だ今年な。中途半端で戻ってきてたらお前恥ずかしくてリングなんか立ってらんねえお前。だ気持ち的には、お前ら以上に俺はプロレス愛してこのリングに上がってんだ。なあ、まあ、今日負けたからな。負けた！負けたから、今日は何も言えないけど、でも俺とお前まだ15年、お前15年やってんのか。な、俺25年やってて、FMW からやってて、リングで試合したらこれ2回目だからな。2回目なんですよ。1回目はこいつの一発目の自主興行、ね、安受け合いというタイトルの名イベントで、俺が引退する直前に初めてやったんですよ。ね、その時35分ぐらいだったけど、その時俺が勝ってんだろお前、一生一敗じゃねえかてめえ。俺はもう復帰してな、元気なんだよ。まだまだこれからお前とやる機会あるんで、まだ決着ついてないぞ、1対1だよお前な。嫌がってんなお前。いや、こういうのは最新の情報の方が重要視される傾向があるんで、はい、またやっても自分が勝ちます。ヤスありがとう。ヤスは強くなって偉くなりました。ありがとう。そして今日新道に出てくれた選手、そして最後まで見守ってくれた皆さん、
必ず。ちょっと待って、ちょっと待って、ネタも古いですよ。 No, no 私の国メキシコシコシコでは今流行ってます。しかし、ガンノスケさん素晴らしい試合本当にありがとうございました。皆さん、ガンノスケ拍手をどうぞ。ちょっと待って、はいはいはい、今綺麗に締めようとしてたらこの格好で何してたの。すいません、私ついついですね、感動感激、ガンノスケさんに感激アメラで来てしまったんですけども、はい、大好きです。あの、実は皆様、今日は私のパレハ田中博士がいません。なので、私がこのキシンドさんを示させてください。よろしいですか。一部のお客さんだけですけど、ちゃんと賛同を得てくださいね、はい、お客さんの賛同を得て。賛同ってのことですか。そっちの賛同じゃねえよ。すいません、間違えました。すいません、今日お肉で来ました、この衣装ね。皆さんがいいだったら、はい、閉めてください。いいですか。皆さんにじゃあ確認を取って、はい、皆さん、じゃあインカム、皆さんどうですか。いいですか。あ、一人だけですけど、だけど顔は笑顔ですね。変態の匂いがします。時間も時間なんで、じゃあ行きますか。わかりました。どうやって締めるんですか。あ、ですね、やっぱりですね、やっぱりリングの上もリング外も、あーちょっ危ない、用意周到でした。どうやって締めるの。どうやって締める の、はい、あの、やっぱり昼も夜も代用ね、代用ね、昼も夜も元気ということで、はい、私がベッドの上でつったら、皆さんキシンキシンつって、やるわけねえだろお前。ベッドの上でキシン、いや大丈夫です。この笑顔は皆さん変態の香りがします。それなり、ベッドがきしむ音ですね。あ、そしてベッドの上でもキシンキシン、あの、まあまあ、はい、ちょっと時間ないんで、ね、まあ賛同得てないですけど、それで締めますか。そして、じゃあ皆様、ベッドの上でって言うのね、はい、で みんながお客さんが個人的キシンキシン、はい、いいですか、はい、いいですか、じゃあ皆さん、やりますよこの人、お願いします。では皆さん、本当に恐縮でございます。立たなくていいんですか、お客さん。あ、ご起立ください。お願いします。ターザン地蔵もお聞きしました。じゃあ地蔵も立ってます、ね、ありがとうございます。あれ、ジネさんもありがとうございます。それではちょっと私、ちょっと大切なところ、すみません、私がいいほいいほい、じゃあもう時間ないんで早くやりましょう、行きましょう、はい、それでは皆さん、はい、今年一年、見ろ肌カラス、ともとも、いや、ガンノスケさん、ともとも、キシンドさん、よろしくお願いします。お願いします。では、それでは、じゃあ、ガンノスケ行きます。はい、じゃあ、行きますよ、せーの、ベッドの上でも、はい、キシン、キシン、どうも、ありがとうございます。ガンノスケは素晴らしいね。ありがとう、ありがとう、ちょっと、ありがとうございました。新道リターンズ20はまだ未定ですが、今年中に全然ありませんで、また皆さん新島にお越しください。今日は長い時間ありがとうございました。はい、というわけでございまして、最後はキシンキシンで締められるという大会でございましたね。ミスターガンノスケプロデュース工業キシンのリターンズ19、1月12日新木場ファーストリングで行われました大会の模様をお伝えいたしました。最後に出てきたこのマスクマンの方ですね、どういったマスクをこの公の場で使用したかどうか否かっていう、そういった関連に関しては、絶対あの仮面貴族と呼ばれている方に、報告するようなことは、控えていただきたいと思います。本当にシャレにならないことになりますので、大元の方にはこちらの方はね、情報を活かせないようにしていただきたいというご協力のほどよろしくお願いいたします。というわけでございまして、大ゾル試合を除きました本戦全7試合すべてシングルマッチ、全くカラーの違う、試合をですねご覧になっていただきました。これだけカラーが違うとね、1個ベストバウトを、ね、決めなきゃいけないというのは非常に難しいと思うんですけども、なんと申しますか、ニコプロの試合中継始まって以来最も難しい、ベストバウトアンケートになるかもしれないですね。というわけでございまして、運営さんの用意がよろしければ、本日のベストバウトの、アンケートいきたいと思います。はい、
まあ、全試合となってしまうと全試合になってしまいますので、それは、なしにしてですね、第1試合から、メイメントまで、第1試合、翔太対丸山氏、第2試合、誠対、加藤遥香、第3試合、藤田美濃対、新井圭一郎、こちらは、再試合も含めてですね、はい、そして第4試合、高道の句対、吉野達彦、第5試合、佐藤光対バッファロー、第6試合、宮本優子対マグニチュード、岸和田、そしてメインイベント、ミスター・ガンノスケ対安浦野、安浦野がミスター・ガンノスケに勝利を挙げるという、そういった試合でございました。一つに絞れなくてパスさせていただきますという方もいらっしゃいますね。はい、投票の方は済みましたか？はい、よろしいでしょうか？それでは見てみましょう。キシンドリターンズ19ベストバウトはこちらです。お、セミファイナル、宮本優子対マグニチュード岸和田。ほーほーほーですね、これはね。はい。そして2位がメインイベントですね。僅差で3位が第3試合でございますね。まあ、あれだけやっぱプロレスラーがね、その、己の全てを、かけて戦う、試合っていうのはあまり見られないっていう意味では、第3試合はなかなか貴重なものを見させていただいたということで、それが評価された形ですね。第3試合だけで僅差だって出ておりますけども。というわけでございまして、キシンドの、ベストバウトは、セミファイナルの宮本優子対マグニチュード岸和田。宮本優子が岸和田、選手から8勝利を挙げたという、逆転勝利の試合でございました。はい、というわけでお届けしました。キシンドはですね、過去にもこのニコプロの方で放送はしてるんですけども、今回初めてコメンタリー実況を入れさせていただいたんですね。まあ本当に、なんか、まあ、あんまり僕は、選手のことは、こう、ね、ニック名とネームとかで言わないようにしてるんですけども、まあ、ガノスケ選手に関してはちょっと多めに見ていただきたいんですけど、ガンちゃんの試合を、実況できるっていうのは本当にこれはなんか感慨深いですね。羽幌町の小学校の体育館で西日が差し込むのか、第1試合で、市原明人選手とデビュー戦をした、ずんぐりむっくりしたブルーのショートタイツと白のリングシューズで、リングに上がった青年が、それから何十年かかけてメインイベントで、こういう試合をやり、そしてこういう大会をプロデュースしてるっていうのはなんか本当に感慨深いものがあって、なおかつその対戦相手が先ほども申しました通り、海援隊道場がまだ日本に逆輸入する前に広木選手と、先に、日本に送り込まれて、道のくプロレスあるいは FMW のリングで修行を重ねていた、安浦の、全く特徴のなかった安浦の選手と、何十年後かにこのように一騎打ちやって、しかも浦野選手が当時バリバリの名イベンターだった、ガノスケ選手にシングルで勝利を挙げると、長く見てるとこういうことがあるんだなと思うわけでございますよ、本当に。はい。やっぱプロレスは長く見れば見るほど得をするジャンルだなと改めて思いました。というわけでございまして、キシンド年内にもう一回やると言っておりましたので、タイミングが合いましたら、その時の放送もコメンタリー実況入れさせていただければなと思うわけでございます。本日のニコニコプレスチャンネルは、ミスターガンノスケプロデュース工業、キシンドリターンズ19の模様をお届けいたしました。コメンタリー実況は鈴木健でした。ありがとうございました。